ヒラノテジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一取れる説デイ2やっていきたいと思います。クランリーグですね。2日目は40対30ということでね、かなりいいスコア取れたんじゃないでしょうか。早速やっていきたいと思います。さあ、今回最初はやったサンスーパーボーラーにエレクトロタイタンとイエティが1体ずつ入った形。まずはオデヒースタートですね。フェニックスをキングにつけつつ、ポイズンリザードをウォーデンつけている状況ですね。兵器に関してはバトルドリルがセットされている状況です。これイエティでサイドカット狙いつつ、逆サイドアーチャータワーに対してバルーン当てて、キングを三軸角に入れたいようなイメージになってますかね。かなり細い面なんですが、アイゴレからのもう追いアイゴレもしつつ、スーパーボーラーとエレクトロタイタンをぶち込みつつ、逆サイド3時に、キングとこれはバトルドリルですね。今回キングの方にネクロがついてない分、まあバトルドリルも一緒に連れてって感じですかね。その分サイドカットに、アイゴレ2体だったり、イエティだったり、エレクトロタイタンを援軍処理に入れたりだったりとか、まあネクロない分に補助ユニットがいろいろ付け足せてるような状況ですね。さあ、まずは一発目のインビジブルタワーをうまいこと、まあそんなに影響もなくかわしていきつつ、ジャンプの方でタウンホールにちょっと入りそうですが、入りすぎてもいますね。タウンポイズン受けちゃいそうな感じになりそうですが、逆サイキングと、まだドリルは生きてるね。ドリルはまだ潜って一緒に進んでます。いや、やっぱ強いっすね。ドリルが結構どの戦術でも結構強くなってきてて、まあ最近だと普通にクイラバだったりとか、まあクイラバって結構使われますね。この陸系の戦術では結構ドリルの選択っても増えてきてますね。まあシューターだったり、バトルドリルだったり、まあ、ウッドランチャーだったり、その辺がね、まああとは突撃艦とか。結構いろんな兵器がね、合わせるものとして多くなってるんですが、これ3時から出したドリル、この9時まで届いてますからね。さあ、ここからキングとドリルとロイヤルチャンピオンで最後進めていくんですが、レイジをこのキング処理に当てていきます。ウォールブレイカー先に使うことで、まあ、防衛施設にダメージ入れつつ、まあ、外周部の方でリックス系そこにあった場合処理ができるっていうところですね。最終的には、ロイヤルチャンピオン伸びきって、ドリル届いての全開、ドリルじゃない、ディギー届いての全開。強い。キングドリル強いですね。さあ、森尾さん、エレクトロ対単編成で7-1ですね。7ってなるとイーグル砲狙いになってきそうですが、さあ、12時、クイーン巻き込みまんのか、一応。あ、でもまあ、さすがにイーグルでしたね。イーグル対1クロス2本と投石機というところでバリューはエグいですね。さあ、外周部、これはシューターも使いつつ相手のキングの方をお得に処理、ここクイーンも足していきました。このままドリルの、あ、じゃない、ドリルじゃねえ、シューターの方が、3時の方へ流れていくわけなんですけど、まあ、迫撃砲だったりクロスボウが効いてないことによってかなり伸びてきそう。このシューター強そうですね。テスラもここで拾っていってと。何本出たこれ。あーでもこれはもう残り1本とかでしょ。どっかでもう1回チェック入れても良さそうですが、バーバリアンとか1あるんでね。あー出ましたね。あー、ただクイーンが逆に走り始めたぞ。穴開けまでして十字架に持ってきたかったんですけど、ちょっとこれは嫌な展開。ただ、しょうがないので逆サイドも穴開けして。どっちかっていうとね、このシューターが腐ってしまうのがもったいないんですよね。さすかさず展開です。キングネクロ外周歩かせつつ、アイゴレエレクトロタイタンを入れていきます。投石入ってるので、これクイーンはクロークですね。ジャンプがあるので、これはどういうリカバリーですか。少し外してからのジャンプイン。うん、シューターがこれ逆にこれ投石の方にシューター届きますね。コミまで見越しての投石無視かもしれませんが、さあ、ここシューターが殴ったことによって、ここインビジブルが入りまして、いやー、これシューターどうだ。おー、竹は変わらない。美味しい。さあ、援軍処理もエレクトロタイタンなら、かなり綺麗に、スムーズに進みましたね。シングル IT の方にスケルトンの呪文とフリーズを使いつつ、フィスト突破、ロイヤルチャンピオンもいいタイミング。いや、この辺落ち着いてますね。まあ、プランニングが結構崩れてしまうような入りになってしまったので、本当はね、もっと嫌な
すごい嫌なね展開になってるんですけど、いやうまいな。ただ中心部がやっぱ溶けちゃいましたね、まあ、かなり逆サイドに進んでしまった展開だったので、いい入りとは言えずというところですが、シューターもまあ頑張って生きてくれましたね。ここから行けたのか。さあキングネクロが外周ブロイエルチャンピオンブーメランでどこまで伸びるか。さあアンオー折れましたと。さあ相手のクイーン、これイエティと燃焼ダメージで溶けましたね。さあこのまま待っての全開と。まあちょっと最悪だなみたいなね、クイーンそっち行くかみたいな展開だったんですけど、ナイスリカバリーですねこれは。森尾さんもね、マジでいろんな戦術使いこなしてますよね。毎月なんか紹介する戦術が変わってる気がしますが。さあ、カズマくん、クイラバ。こちらもシューターということで。まあ、デイ1、デイ2ってこうやってね、途中まで見てますけど、シューターの採用率、まあ、採用率かどうかわかんないんですけど、前回になった時のリプレイがシューターである可能性が非常に高いですよね。やっぱりシューターがやっぱり PS なく伸ばす強い兵器かなと思ってて、シューターってただポンって置けばその後勝手に仕事してくれるので、シューターに合わせる呪文とかなんか特別な操作みたいなのが、まあ、一切いらずにシューターだけ強いっていう状況が作れるんです。できるならばね、やっぱシューターが使えるような戦術とか使い方になるといいんですが、なのでちょっと旋回取れない人はもしかしたらシューターをうまい使い方というか、シューターを無理くり使ってみる使い方にして、まあ強そうなら採用っていうのもね、もし旋回取る近道かもしれないですね。まあやっぱ強い兵器をそのまま使うっていうのはシンプルにそれまま強いです。うん、これはキングの方もクイーン処理とかまで見てると思うんで、いいウォールブレイカーですね。さあ、ウォールブレッカーは、これは左にそれていって、金山折れたので、そうですね、投げ直し。いいウォールブレッカー。ああ、火力高いんで。このルートめちゃくちゃ強い。マルチ2本とモノリスなんですが、いいウォールブレッカーで、しっかりダウンホールの方まで誘導して。ちょっとただこれはね、投石までは折れたらいいなぐらいなプランだとは思うんですけど、さすがに届かず。上側の方逆にイエティが届きましたね。いや強いなこれは。これはいいルートだな。カズマくんのクイヒーもね強いですよね。クイーンの方にここはレイジを置きつつ、もう一度フリーズ。ストライカー合わせていって、ここでバルーン全部。ああウォーデン何してるお前。ウォーデンがねちょっと左に流れかけたの見て、本当はもっと貯めたかったんですけど、少し早めのトームをかけていきました。テスラに合わせてバルーンもでもよかったかもしれないですね。このタイミングでバルーン追加していって、ヘイストーン、クイーンもロイヤルチャンピオンも能力残して、前回うまい、めちゃくちゃうまいな。ルート取りがねやっぱね、クイヒーだとやっぱ横打ち施設を削るっていうところで、まあ右サイドの横打ちをシューター、左サイドをキングっていうところ、結構ね、スーパーボーラーとかも似たような感じで、オデヒーとシューターで挟んでやるんですけど。うまかったですね。さあ、リュータくん、クイヒーライダーですね。ライダー採用。さあ、タウンホールは真ん中目なんですけど、どういう入りになるでしょうか。おお。お爆弾が解除されていって、初手突撃艦と。うん。オツイエティでモノリスを降りつつ、若干ポイズン貯めてからのスタートで、このまま、ああいいルートですね。ああ確かにこれ相手の弱点をついた、こういう大砲めちゃめちゃフリーで撃てるので、こういうガーゴイルだったり、まあここもね全く空効いてないので、てか左サイド全く効いてないので、これ空に対して大事ですね、こういう弱点ついたユニットの使い方。まあ、穴開け2パターンあって、まあ、このままウィズ島の方をつけてから真ん中開けていくか、まあ、大砲のとこをつないでいくかっていうルートになってくるんですけど、今回はどっち使っていくでしょうか。ホーミングチェックもいいタイミングで投げつつ、大砲でしたね。まあ、大砲を使うことによって確実にタウンホールの方へ向かっていくことができるようなルート。
ここでホグまで投げていく。これホーミングチェックも兼ねてるかな。あ、じゃあトルネード解除かな。このタイミングだと。あ、うんまりなんでね。あー、素晴らしい。もしかしたら別の用途があったやつを使わなかったので、こういう使い方になったかもしれないんですけど。いやー、これは強いなぁ。ヒールとなりましたね。この穴開けは本当に、ここができたらめちゃくちゃ強いな。うん。またちょっとおでんぞうのタギは、あ、大丈夫ですね。ストライカーには入りましたか、ここで、ドーム。キングに対しては投げれないので、これはインビジブルで一旦かわしていって、ストライカーを、ちょっと間に合わなかったんでね。ストライカーをタイミングずらして打ってきました。さあ、ここフリーズ。まあ、この入りすると、クイヒー、ラバルだとやっぱきつくなるので、まあ、マルチ IT2 本とかもあるし、対空砲もあったりするし、キングも変な形になってるしね。まあ、これに対して強いのがライダー。マルチ IT に対して強いですよね。まあ、そういう意味でライダー採用になったのかなと。いや、これ強いな。めちゃくちゃ強い。フランがマジでいいっていうところ、着眼点がいいですね。このままロイヤルチャンピオン能力残して前回ガーサス。まあ、うん、ホグのね、トロネ解除で狙ったんだったらめちゃくちゃいいホグ位置採用ですね。ラビさん、61天才のエレクトロタイタン編成にペッカが入った形なんですけど、ラビさんも結構ね、トツイズだったり天才ラバルが多かったイメージなんですけど、陸編成ということで、まあ、前回ね、レンさんが同じような感じでタイタン編成やってたり、まあ、森尾さんもね、エレクトロタイタン編成に切り替えたりっていうところで、結構もともとラバル系の戦術やってた人も結構陸の編成もね、やるようになってましたね。エレクトロタイタンって結構シューターと同じような感じで、まあライダーもそうなんですけど、なんか、プレイの操作難易度が低いユニットですね。なので、かなり難易度は下がる。他の編成よりも下がるかなと思ってて、そういう、まあこのシューター簡単にターンホール取るというか、なんかプランが良ければ全開取れるユニットの最たる例かなっていうところで、まあ、非常に強いユニットかなと思います。強いユニット、強い戦術かなと思います。なので使用率も結構高いですよね。さあ相手のヒーローに対してストライカー当てることでペッカー採用したんで、せっかくねペッカー使ったんで内側入れていきつつ、まあ、エレクトロタイタンにない単体火力っていうところをペッカーに求めて採用されてるのかもしれないですね。さあここでトーム入れていきたいかな。ギリギリまで貯めていくが、ちょっとユニットばらけちゃってますが、しっかり内側入ってくれそうですね。さあ、相手の防衛援軍、これはエレクトロタイタンが反応してくれて、スーパーガーゴイル処理してきそうですね。ペッカの方もまだ生き残ってて、やっぱエレクトロタイタンにない反対火力っていうところを、ここレイジに乗ってペッカが一振りで相手のシングル IT 追ってくれました。ペッカの採用率って東海兵舎から出てくる以外であんまりないもんね、今ね。ペッカボーラーみたいなのがね、昔はありましたが、やっぱ普通のスーパーボーラーだけになって、ペッカ使う理由ないもんね、今ね。エレクトロタイタンもいてね、タイタンじゃなくてペッカ使う理由ってほぼないもんね。でも今回のペッカはね、結構中盤まで生き残っていい仕事してくれてましたね。クイーンがこれは壁を殴りつつ、ロイヤルチャンピオンもブーメラン残した状況というところ。シューターがまだ仕事してる。この61天才のね、タウンホール巻き込みのシューターのこのエレクトロタイタン編成はね、シューターがタウンホールプラスアルファで結構壊してくれるので、この辺も強いんだよな。まあ、やっぱ、最初に言ったけど、やっぱ、操作難易度の低い編成っていうのは、事故率がやっぱ、どうしてもやっぱ下がるので、その分、全開率も上がるし、シューターがやっぱ、強いよな。さあ、ここまでフィスト残ってんの強いっすね。同じ陸編成なので、外周部にタゲが向かいづらかったところもあったかなと思います。スミスとツビズラバレ。中心部が結構レイジターンも重なって重めですが、そうですね。これはなんかおでん来そうな雰囲気があったんですけど、おでん来ましたね。さあ、初手トームの突撃ですね。うん。これは、アンホールだったり、まあ投石だったり、相手のクイーンの方の処理もできましたね。
た反射のダメ、うーわ、ちょっとインビジブルずれましたが、まあそっちは捨ててもいいという判断だったかな。マルチ IT2 本と、アンホール。あとなんだ、クロスボウだったり、相手のクイーンだったり、投石機だったり、バリューはえぐいです。今回これはイーグル砲の方にスーサイドするような狙いですかね。ボーデンが生き残った状況で、うまいこと誘導して、援軍引っ張りましたね。アイゴレからの、そうですね、キング使ってウォールブレーカー1枚目、このままイーグル砲の方へ揺れていくような感じですが、ちょっと外周部捕まった。ベビーアーチャー追加で、あー、いいフリーズ入ったね。これベビードラがさらに行きます。穴消したんですけど、キングの方はタイミング的に合わず、ホーミングチェック1枚バルーン入れてもいいかもしれないですね。おでんがワンチャン生き残りそう。これ外周部切ってくれたおかげでキングが走って合流できます。これはいや強いな。これでラバルパートスタートと、まあ、最終的にね、このマルチ IT の方までずっと通路になってて、ヒーローが歩けるんですよね。クイーンが帰ってくれば穴開いちゃってるけど、いやこれウォーデンついてラバルがライフオーラ付きで移動できんのいいっすね。さあインビジブルで、うーわ、ウォーデン守ってロイヤルチャンピオン守ってっていう状況です。いや強いな。これトツビズラバルなんでね、トツアテと違ってこういう呪文が最後にラバルパートに使えるっていうのもめちゃくちゃ強いですね。これプラン強いな。さあフリーズをなんか残してるんですけど、まあ、あとは打って終わりですね。ギリギリですが、呪文4枠残しでの全開か。さすまい。さあこれやりたかったんでしょうね。まあ自分を使えばね、もっといい強い前回になった気がしますが、まあそりゃそうだけど、ガーソス。さあクイヒラバルですね。あと突撃艦をポンと投げてったイメージがあるんですけど、まあ、本当にこうやって見ていくとシューターと突撃艦以外の前回がほぼなくて、使われたのってバトルドリルが1本とウッドランチャーが1本あったかなぐらいですよね、現状。デイ1、デイ2で。まあ、本当に、兵器のね、偏りが結構出ちゃってるなって。結構、ね、兵器たくさん増えて、幅も広がってはいるんですけど、仕様になって、全開に繋がってるのはシューターと突撃感が圧倒的に多くて、まあ、その中でもシューターがめちゃくちゃ多いですよね。まあその辺はね、何度も言ってるんですけど、操作難易度低くなって簡単に全開取れるからっていうのが、まあ楽して全開取れるのが一番いいですからね。なんかめちゃくちゃ高度なことやって、難しく全開やるのもね、それはそれでクラクラの醍醐味ではあるんですけど、まあ楽に安全に確実に全開取れるが当然いいので。まあ、今回は穴開けで道作って、まあ、ちょっとシングル捕まってますが、これはフリーズ打ってください、本当に。やめてください、そんなクローク使うの。フィスト使って投げ取りつつ、まあ、ここはインビジブルでかわしてラバハンドをそっちに飛ばしていきます。しかもこれね、相手のストライカーが3体ロイちゃんに完全に入ってしまったので、めちゃくちゃですね。何やってたんでしょうか。正月の二日酔いでよくわかんないプランで攻めてますね。さあこれは上からラバル、もう初手のね、結構アードが良かったのと、クイヒがねイールと入ってるので、まあそんなにさすがにこれはいけるかなっていう、そういう状況が作れてますが、ここでトームをかけつつ上が突破していきます。もうここでね、もうクローク剥がしてしまっているので、フリーズの使い道っていうのが大事になってくるんですけど、まあ、クイーンの方は大丈夫そうですね。ここ は、 はい、少し溜めてあげて投石機と対地クロスのタゲを一度フリーズで解除していきます。ジャイからのホグを3時アーチャータワーに刺してきつつ、まああとは回収部囲い込んであげてですね。いやこれマジで良くないな、こうやって見ると相変わらず。さあ裏からこれ大工の小屋も削りつつ大砲のダメージを与えてあげて全開なんですけど、操作の方でいろいろもっといい戦果にできたかなっていうところで、ちょっとね1月シーズン本当に忙しくて、
外でね攻めたりとか、家で落ち着いて攻めるみたいなシーンがねなかなか取れなかったので、もし乱れた前回かなと思います。さあ学スーパーボーラー、かなり火力の高いところから始まるんですが、今回は食い火から始まるタイプの戦術になっていきますが、結構ねスーパーボーラー現状今全部のアタックがおでひスタートだったので、ここ食い火スタート面白いですね。綺麗に誘導していきつつ、スケルトンの呪文でおでん像をシングル相手、相手のキングのタゲを取ることでクイーンに被弾が向かないようにしてますね。これめちゃくちゃいい。スケルトンの呪文フリーズ1枚じゃできないぐらいのねタゲ取りができてます。これは第一クロスが長すぎるので誰かに刺さるし、ユニコーンかな、ユニコーンにタゲ入ってますね。ここで離れた。スーパーボーラー使って届いてほしいんですが、ウォールブレーカー2枚投げて届いていく。いい拡張、いい拡張っていうかいい穴開け。さあいいスーパーボーラー、この援軍はスーパーガーゴイル、おいしい。これはかなりいい誘導ですね。ただ最終的にしっかりタウンホールまで残って、おウッドピッチャー持ってるけどドリルなのかな。じゃあさすがにここで投げてないのは、トームもまだ余って、いいタイミングのトームだ。宝石がね今ねこっちのヒーラーのついてない方を捉えかけてたので、そうですねドリルに切り替わってきましたね。ついにシューターでもない突撃艦でもない援軍、あーヒーローが、あーちょー突破兵器が来ました。ここでのドリルは確かに伸びそう。ロイヤルチャンピオンも使ってないよねまだ。ロイちゃん残した状況でドリルロイちゃんを最終的に伸ばしていく形になりそうです。ピョン、ディギーが2体いるって考えたらえぐいよね。ディギーの強さってもうみんな実感したと思うんだけど、同じようなことができるのがこのバトルドリルの強みで、ドリル止める、あディギー止める、バトルドリル止める、ちょっと活躍的にはちょっと被っちゃうところもあるんだけど、さ止める止める、めっちゃ止まってる。さあブーメラン、この辺はブーメラン一人一振りで飛ぶ防衛施設。さあ止めるからの止める、一生フリーズ使ってるようなもん。うん、しかもドリルからも援軍出てくるからね。いやドリル強いな。ユニットだけでこういう風に道が作れたらね、ドリルの採用もできますね。さあオガヨッチさん、クイヒーラバル、ウォールブレーカー0になってバルーンが増えてラバが2体ですね。ラバ2でバルーン27も詰めんのか。クイラバ、ウォールブレーカー0だとやっぱ結構ユニット詰めますね。おバゴネクロ、ネクロ潰せないか、あ1体潰れた。これもイエティの方で援軍処理ができる援軍なので、もうポイズンそっちに打っちゃいますね。美味しすぎる。ヒーラーがスライドしないといいけど、それぐらい大丈夫そう。スパガゴもこれはもう完全に解けましたね。援軍処理がクイヒーでしなくて済んだので非常に楽です。さあいいストライカーにもまあまあまあなりつつ、ウォールブレーカーゼロなんでね、このままクイーンをタウンホールの方に誘導していくようなクイヒーだと思うんで、さあ戻っていってキングはまあ本当にシンプルなサイドカットだったと思うんですけど、あここから投石打てんのか。あしかも対地クロスバーバリアンが、バリアン強、クイーンクロークも合わせてダウンフォール突破していきつつ、ここで追いのホーミングチェックはいいとこ入りそう。これロイヤルチャンピオンもね付け足していって、ラバルは9時からになりそうだけど、そうだよね。うん、始まりました。ナイスインビジブル。さあ1枚目のラバ、今回ラバ2だからね、2枚目のラバとトーム合わせていくような形。さあここでトームかけつつフリーズフリーズかましていきましたが、さすがにそこは間に合わず、ロイヤルチャンピオンの方にイラがスライドですが、ここはちょっとレイジもずれちゃってるので、ちょっとドヤシバレイジになっちゃいましたね。うん、ロイちゃんの HP が
ギリギリなんだけど、このロイちゃんがあの投石機を突破したと、このロイヤルチャンピオン対決もしてくれて、いやこのヒーラースライドギリギリでしたが、かなり仕事しましたね。まあ、クイーンがねクロック使ってタウンホールを突破したので、まあ、その分ケアしなきゃいけなかった分若干遅れてっていうところだったんですけど、ロイヤルチャンピオンクイーンに近いこの辺の防衛施設のケアに使ったのがうまかったですね。ロイちゃんからするとそんなに火力の高くないところを通ったことによって、生き残りやすいルートラバルと合流して、まあ、クイーン落ちたけどヒーラースライドして、まあ、クイーンが生きてればそれはそれで仕事できたからね、クイーンがね。さあ、ヒロヤさん。本日ラストタッグ、トツビズラバル。さあ、ラバからの突撃艦、バルーンもちょんちょんちょんと出していきつつ、エアスイーパーの方をフリーズ固めることで、しっかり突撃艦伸ばしていって、いいとこと、おお、ギリギリ攻めてる。穴開けまでしていって、いや強いな、ナイス。しかもラバーも隠れて、あー釣れちゃうか、釣れちゃったな。ラバーハウンドに反応しちゃったね。うんうんうん、まあ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 、結構ねバビズって相手の援軍に釣られちゃう傾向ありますよね。最近、最近っていうかちょっと前からなんかそういうシーンをめちゃめちゃ見かけますね。あーでもすごい仕事はしてくれた、かなり。さあ、ここでキングがクイーンと合流したいんですが、ちょっとクイーンは上の方に行っちゃいますよね。うん、さあロイヤルチャンピオンとキングでその分伸ばしていきたい。フィスト使ってロイちゃんの方にポイズを残してラバルしたから、まあ、とはいえ、ね、そもそもの突撃感もめちゃくちゃ強かったのと、クイーンがこのままかなり仕事しはしそう。こっちのレイジだよね、これ。そうですね。レイジ2枚採用だったんですね。だからのヘイスト使いつつ、中心部の方がね、うん、フリーズ必須の状況で、まあ、ロイヤルチャンピオンが左側は触れそうっていうところで、まあ、死んではしまったんですが、まあ、ディギーだけが活躍している状況。ディギーがマルチ止めつつ、ガーサス強いな。はい、というわけでね、2日目40点ということで、かなりいい形かなと思います。まあ、何回か触れたんですけど、突破兵器のね使用率がかなり偏ってて、シューターの採用率、まあ前回になったアタックのシューターの採用率っていうのがめちゃめちゃ高くて、まあ突撃艦だったりっていうところと合わせると、まあかなり2トップになってるところかなと思います。タウンホール15はキャンプの枠数が増えたことによって、結構ユニットの方は余裕が生まれた印象があるので、まあその分ね、兵器の方でもシューターっていうのは呪文を圧迫しない兵器なので、かつ自立でめちゃくちゃ強いっていうところでね、もともとですけど一番強い兵器として活躍してるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、